はい、どうも、こんにちは、エルツです。今回なんですけれども、さあ今日も、相変わらず、最新情報を、まとめていくんですけれども、今回、超ゴマとスキルバッジの情報来ましたね、ということで、もう先に言っておきますね。今回結構僕、文句多めになると思うんで、ちょっとそれね、聞いちゃって、その気分悪くしちゃうかもしれないっていう人は、あんまりそういうの好きじゃないよっていう人は、ちょっと、この辺で、それが超ゴマのところまで聞いて、ね、スキルバッジの方はちょっと聞かないっていう風にしていただければなと思います。ということで、まずは一応超ゴマ見ていきましょう。さあ、超ゴマファイト開催ということで、この左上の方になんか骸骨映ってますけど、こいつガシャドクロって名前らしいですね。ってことで、なんかオラギルドみたいな、なんか雰囲気オラギルドっていう感じですけど、見ていきましょう。さあ、進化こちらですね。進化がアビス。で、マターンで発動できますと、一ターン内で900の毒ダメージ、吸収が1600と。で、コンボスキルが1300吸収と。まあ、こちらもマターン条件ですね。ということで、まあ、吸収が強めのアビスって感じかな。なんで、ハデスとはちょっと違いますね。ハデスは毒寄りのアビスですけど、こっちは吸収寄りですね。まあ、でも、やっぱりね、毒吸収の組み合わせはね、暗黒対面でどうしてもちょっと、弱いところはあるので、まあ、採用されるかどうかわかりませんが、一ターンで取れるアドはすごいですね。吸収で3200アドで、900ダメ、毒ダメっていうことなんで、4100か、合計で。アドは取れるというところですね。まあ、単純な相手へのダメで言うなら2500になりますと。で、コンボの1390もまあ、なかなかに優秀ですね。うん。固定値で1300を持ってくるっていう感じですね。はい。次。10日。効果、これちょっとね、スキルが2ターン内ラーに1500以上の特殊ダメージを、まあ、無効化しますと。まあ、消滅ね。で、コンボスキルが盤面のコマの総数25枚以下で発動できます。総数かける180の特殊と。いう感じなんですけど、これやっぱりレジストはね、どうしても、なんだろうな、場面が限られちゃうからね。うん、強い対面にはとことん強いけど、弱いところにはもうとことん弱いからね。もう、刺さらなかったら弱いから、ただ弱いから。何も機能しないし。まあでも、今までのレジストの中では、だいぶ、強い方ではあると思う。うん。まあ、特殊ダメージか、でも。まあ、条件、HP 条件ね、アテナみたいにないけど、まあ、どちらかといえば、通常レジストよりは特殊レジストあんまり強くないですからね。うん、通常と、まあ、特殊そんな、なあ、トールとか、サタンとかは無効ができますけど、やっぱレジストはね、環境にはやっぱ入りづらいよね。うん。あと、コンボスキルもさ、これ、なんで25枚化条件をつけたんだろうなと、まあ、思うんですけどね。オルスティンとか、ルシファーは無条件で、280のオルス出せるのに、なんでこれにつけたんかな。その耐久相手が来た時にね、これが邪魔になるんですよ。25枚以下って条件が。まあ、そもそも、今の環境、耐久そんなに当たんないですけど、なんで25枚以下条件つけたんだろうなっていうのは、正直あります。なんで、これ、もし手に入れたら、使うところは多分決戦とかそれしかないかな。多分その辺だと思いますね。まあ、属性条件とかないのはまあいいですけど、やっぱレジスト自体がやっぱり、そこまで環境に入っていきづらい、まあ、スキルなんでね、ガチ環境ではやっていけないかな。まあ、フィリウスぐらいですかね。なんで、これゲットしたら多分進化で使う方が、まあ、圧倒的にいいと思います。ということで、次、行きましょう。さあ、ということで、いつも通り超ゴマパイで新ゴマアップやりますよというところで、まあ、いつも通り確率も 8% に上がってて、あと、このガシャドクロ、新ゴマは進化統括みで出ますというところですね。まあでも言うて今回は、ね、この新ゴマよりは多分ハデスとかティポーンとか、あとトールとか、ビーナス、ルシファー、バハムとそのあたりを狙う人の方が多そうっすね。なんで、はい、1点狙いはこっちですよ、ということで、まあこれ見た感じ、神はビーナスも上がってそう、マーはルシファー多分アップするでしょうね、ここにいるんで。竜はティポーン上がりますよっていう感じかな。うん。テーマ編もありますが、まあ、僕どうしようかな。僕は、多分こっちかな、回すなら。まあ、ちょっとね、一点狙いというか、僕結構ね、持ってない駒が分散してるんで、トゥポーン、トール、B
ビーナス2体も欲しい、ルシファー2体目とか、結構バラバラになってるんで、属性で。なんで1点ではちょっとしないかな、僕は。はい、次。3月のカップ戦報酬駒、ウップーアウトがバトルコインに出ますと。いうことで、まあでもこれ、まあコンバートですかね。特殊コンバートだったかな。HP70% 以下だったっけ、多分、ちょっと間違ったら申し訳ないですけど、ただそんな感じだったと思います。特殊コンバート、魔の英語もですね。ただこれコンバートで使ってる人あんま見たことないけど、まあでもコンバートの駒不足してるんだったら、まあ使ってもいいのかなと思いますけど、交換するほどではないと思います。なんで他に持ってないやつ、イシケとか、そのあたり持ってないんだったらそこを先に交換した方がいいと思います。ディンガットとかね。はい、次。さあ、こっからですよ。まずチャンピオンシップがもう残り2ヶ月切るかな ?2 ヶ月切るってか1ヶ月か、もう。もう8月のもう3週間かけてね、もうやる大きな大会ということで、もうこの辺から皆さんもね、どんどん力入れていくという感じですね。はい。で、ルールのおさらいですね。ラウンド1がシーズンマッチルール。1周目ですね。で、30戦で、最大コスト200でシーズン専用デッキ。まあほんとシーズンマッチルールそのままっていう感じですね。で、スキルバッチの内容は7月末に発表されますということですね。スキルバッチについては後ほど。で、ランド2がカップ戦ルールですね。最大30戦のカップ戦専用デッキというところで、これね、ちょっと先にこっち行きますね。このチャンピオンシップが開催される8月はカップ戦ないんですよね。なんで、どうするのかなと僕もちょっと思ってたんですけど、どうやら、この、なんだろうな。カップ戦みたいな感じのルールでチャンピオンシップ作るみたいな感じ。ちょっと下手だな、説明が。チャンピオンシップ専用で多分出るんだろうね、ルールが。だから。うん。このインは上がる、このインは下がるっていう、いつも通りのカップ戦の感じになるですかね。最大30戦です、これも。はい、最後、ラウンド3が 3D バトルですね。最近出たローテーションでやってくやつね。で、最大30銭と。で、これはコスト180ですね。で、こちらもスキルバッジ内容は7月末に発表ということで、次、スキルバッジ見ていきましょうか。あ、ということで来ましたよ。これ、スキルバッジの調整方針見ていきましょうか。来月の7月は、あれですね。もう8月からチャンピオンシップ始まるんで、それを想定した、バッジにしますと。いう感じですね。で、チャンピオンシップの本戦が、コスト200から180の環境調整、環境じゃねえわ。環境を想定しますと。このね、下の方に書いてあるんですけども、まあ、要はですね、シーズンマッチルールの200と、追撃バトルの180。まあ、これを、どっちにも配慮したスキルバッジを、まあ、適用しますと。いう話ですよね、これはだから。で、その来月ついたバッジを微調整して、その、チャンピオンシップが始まるね、8月の環境を完成させるっていう感じですね、運営さんとしては。まあ、ただこれちょっと僕はね、これに関してちょっと意見がある。まあ見ていきましょうか。はい、ということで7月のスキルバッジ対象ということで、ファンデイレスペラさん、ティターニア、ロスカ、ベルゼブ、ブランタイ、そしてサタン、ヒスイ、ダーシュは変更なし。で、正月ミニエラがバッジ解除されましたと。で、新たに、シェンメイ、ジェンイー、黄金アラジン、ラーニー、ハイサラマンダー、ノーリオミフィスとシーラーザードに、バッジがつきますよ、というところですね。まあ、一個一個見ていきましょうか。さあ、まず、シェンメイ、ついにバッジついたか。いや、でもこれであれですね、もう2018年の御三家全部ついたね、バッジ。それだけ恐ろしいってことですね。ただ、シェンメイは個人的に避けなくても良かったと思いますけど、はい。竜胆で遊んできます。で、呪われてない時のアタックが 1.7 から 1.8 に上がりましたと。で、呪われてる時の、火力が 2.5 から 2.3 に下がりましたと。いう感じですね。まあ、これ、調整バッジになってるけど、これ実質下方だからね、これ。いい感じに調整しましたみたいな感じに見えるけど、下方だからね、これ。これね、呪われてない時、シェンメイほぼ使わないからね、これ。アルイナル、リーダーで、呪われてないことなんてほぼないでしょ。言いなる釣られた時ぐらいで多分呪われてないの。いや、多分、まあだからもう見るべきはこの 2.5 から 2.3 に下がった部分だよね。で、まあちょっとコンボスキル見ますか。コンボスキルは HP70 倍から発動できますで 1.8 倍。まあこれは、まあ上がりましたね、単純に。
HP が 60% 以下だったかな、もともと。60% 以下だったのが 70% に、まあ、引き上げられたと。いうことで、まあ、より発動しやすいって感じですけれども、火力ですね。火力が4245、6かな。死者後に入って6だったっけに、下がりました。で、なんと、トルグレニグ。10日トルグレニグいるじゃないですか。あいつ4279出るんですよね。なんと、シェンメイよりトルグレの方が出ると。いうことで、これはもうシェンメイ売買案件かもしんない。もう来月はもう、シェンメイ使われないかもしんない。うん。もうトルグレが変わってアタッカーになるかな。しかもトルグレニグコンボ1枚、竜ゴマ1枚つく 1.3 の最大2倍出るから、まあトルグレの方強いだろうね、これは。うん。どうなんだろうな、これ。暗黒だいぶ勝率下がるんじゃない?これで。マッチング系をなくしたいのはわかるけど、なんだろうな、なんだろう。対面の相性の差が大きいのって、暗黒そのもののそのデッキタイプが、まあ、あれだから仕方ないんだよ。だからこうやって火力下げたところで、マッチング系はマッチング系なのよ。以前神谷さんし厳しいし、多分これでもね、吸収とかに全然勝てると思うんだよね。その竜林とかはきついわけだから。うん。だから、マッチング系は変わらんと思う。だ多分これは、コスト180、3デッキバトルの想定、なんだろうね、これ多分。っていう感じですね。はい、じゃあ、次行きましょう。はい、次っすね。次が全員 E。全員 E にもついについた。で、スキルが自分の駒の総数が12枚以下で発動できたものが7枚以下になりましたと。いうことで、ちょっと発動範囲っていうのかなが、狭まった感じですね。で、これは多分ね、まあ、梅さんも言ってましたけど、これ多分今後に使われたくないっていう意図だと、いうことですね。うん。でですよ。はっきり言わせてもらうと、流端条件つけた方が絶対早いよね、これ。絶対その方が早いと思うんだよな。枚数調整とかしてるより、流端条件ポイってつけちゃえばもう、あれじゃん、その速攻流は、ね、瀕死にならないまま、今後に使われないってできるじゃん。絶対その方が早いと思うけどな、僕は。で、今後に使った場合、まあ、どこまで、発動できるのかっていうのを、ツイッターでね、ケケさんが、出してたんで、ちょっと画像を借りてきました。ポイと。いうことで、盤面の画像こんな感じですけど、これですね、一般的な、風車進行でいくと、この場面になるともう先行で発動しなくなるという感じですね。でもね、これ見た感じ割と発動できるよね。うん。まあ、でも、今までみたいなその後半になってから、まあ、強力のコンボつなげてドーンっていうのはできなくなるっていう感じですね。どうなんだこれ、今後採用しなくなるのかな ?200 環境でどうなるかが気になるな、これは。多分180環境、3デッキバトル、チャンピオンシップのね、3デッキバトルだったら多分もう、バハムトと神業とか、そういう感じか。それかもう、ラニバハの S2 にするかっていうところになってくると思います。ただ、依然速攻流では活躍してくれるんで、まあまだ全然強いと思います。はい、次行きましょう。黄金アラジン。黄金アラジンにもついたか。これもまた、ですね、今後を弱体化させるための調整ですね。まずこのスキル。に関してはもうアップしてますね。もともと 1.3 だったのが 1.4 に上がりますと。で、コンボスキルが、ターン開始の HP 50% から発動できると。いう風になりました。60から50に下がりました。このね、10% だいぶでかいよね。で、これが通常ダメージの1倍になりますよと。まだ 100% 特殊ダメージ。っていう感じですよと。うん。まあ、これは悪くないと思います。うん。うん。まあ、特に言うことはない。はい、次。さあ、ラーニ。バッチ食らいましたね。火炎のせいでバッチ食らいましたね、これは明らかに。アンデッドが2ターンになりますので、コンボスキルが 1.2 の 1.8 になりますよと。これは明らかにこれラニ火炎に使われたくないっていう想定なのかな?うん。いや、そんなことないから、そしたら、スキルは別に3ターンでもいいか。あとどうなんだ?ちょっとわかんないけど、やっぱ火炎はね、ラーニ採用しますからね。フェリアなんかの毒ダメを回復に変えて、みたいな。
流れたと思うんですけど、それを下げてきたか。これどういう意図なんだろうな。これ多分ラニカーンを下げるため、コンボスキルはわかるんですよ。コンボスキルはまだわかるけど、スキルなんで2体に下げたんだろうな。対面のその有利不利をなくすためとか。まあ、確かに、このラーニー1体でその、なんだろ、マフェリーが例えば来た時に、ラーニーを出せるか出せないかだけでだいぶ状況変わるんですよね。なんでそこへの調整だったらまだわかるという感じかな。はい、次行きましょうか。次ですね。次、ハイスラマンダーということで、ハイスラに着いたんだっていう感じですけど、スキルが、中火から、小火になりましたと。で、コンボスキル 1.6 から 1.5 に下がりましたと。いうことで、これはもう明らかな、あれでしょ、もう、何回に使わせない精神でしょ、これは。うん。多分それだよね。たださ、これツイッターでもね見たんですけど、アベル下げたらっていうのがあるんですけど、やっぱね、1年システムがあるからね、まだ出たばっかりっていうのもあるし、アベルに関しては1年どころか、まだ、1ヶ月しか経ってないでしょう。だから多分、ね、つけられない。つけようにもつけられないって感じだと思うんですけど、何かを下げたいんだったら、やっぱりね、ティポーンとかそのあたりにつけないとっていう感じはするけど、やっぱ1年システムがあるからね。まあ、このあたりを下げることで、ま、少しでも、ま、おとなしく、なったらいいかなと。思いますね。あと、ラニカエンにも全員も多分入れづらくなると思うんで。まあ、まあラニカエン少しはおとなしくなるのかな。そんなあれはしないと思いますね。ただラニカエン、僕は個人的な意見ですけど、別にそこまで、ね、大きく下げなくてもいいかなと思います。なので、このぐらいのちょっとした調整っていう感じでいいのかなと。思います。ただ、元の火炎デッキがちょっと、あれだね。元の火炎デッキの、そう、純正な火炎か。カフネ火炎とか、ベレドリンって火炎に、このハイサラを使ってた方はちょっと、不遇かもしんないですね。あと、ラーニーとかも下がっちゃいましたし。いや、でも、ラーニーに関しては、損傷痕とか入れたらいいかな。うん。さあ、次、ノーリオミフィストですね。ノーミフィ下がったか。スキルが700から600になりましたと。で、コンボスキルが、これもと3枚だったかな。手こまり自分のマークも3枚だったのが2枚になりましたと。これね、個人的にすごい困る。これね、これめちゃめちゃ個人的な話なんだけど、超駒を今回僕スルーしようとしてたんですよ。能量ガチャでメフィストを手に入れるために、超駒をスルーしようとしてたのに、これですよ。僕はどうすればいいですか、これ。すごい困るんですけど。できればね、皆さんにちょっとどうしたらいいのかちょっと教えてほしいんですけど、超駒を引くべきか、それともメフィを、それとも追うべきかっていうところですね。まだメフィストはね、多分僕の考えですけど、多分一時的なバッチかなと思います。確か、200環境でそんな飛び抜けて強いわけじゃないんで、メフィスト。勝率もね、51% 近いぐらいでしたっけ ?51% いかないぐらいだったよね。だからそこまで強くないから、200環境において下げる意味はないんですよ。下げる意味があるとしたら、180の 3D バトルの環境なんですよね。なんで、それを、多分チャンピオンシップ見据えてのスキルバッジをもう来月からやりますってことなんで、多分それを見据えて下げたんだと思うんですよ。なんで、サードシーズン始まって以降は多分バッジ解除されて、で、またサードシーズンのチャンピオンシップの時期になってきたらまたバッチついてっていうのを多分繰り返すのかなと。個人的にはまあそう思ってるんですけど。だから余計困るんですよ。余計困るのよ、それが。今追って手に入れたとしても、来月と再来月は200環境でも使えないしっていう感じなんですよ。バッチついてるんで。で、まあ一応サードシーズンになったらバッチもね解除されてノミフィ使えますけど、その後っすよね、また11月12月にバッチつくんですよ。どうしようかなこれ。まあちょっとこれはね、僕の個人的な話なのでちょっと考えておきます。はい。で、まあちょっと話も、僕の個人的な話からもうちょっと戻しまして、これ600がどうかっていう話なんですけど、下げすぎじゃない？せめて650よかったと思う。ヒカキソで550だから、もう50しか変わらんのよ。英語までよ、あいつ。コスト15とはいえ。それと50しか変わんないって、ちょっと悲しくない？ 650でよかった気もするけどね。メフィストに関しては。はい。ってことで、
多分200環境では多分おそらくかなり弱いっていう感じになるかな。ただ、だって、シーズン0の時も、だいぶ弱かったじゃん、メフィスト。めちゃめちゃ勝率落ちてたじゃないですか。なんで多分来月はメフィスト200環境で厳しいかなと思います。180ではどうかわかんないけど、とりあえず、200環境で厳しいのは多分確実だと思います。ということで、次行きましょう。さあ、ということで、最後ですよ。シーラーにもバッジがつきましたということで、シーラーはスキルの代償が 10% から 8% で、回復力が 3% から 2% に減りましたと。代償の受けるダメージは減ったものの、回復量も減ったっていう感じですね。これは、声裏返った今。これは、バッジが調整バッジにはなってるんですけど、まあ、事実上下方ですね、これは。うん。これもね、多分、3デッキバトルコスト180でのバトルを想定して多分下げてるのかなと思うんですけどね。ただ、180じゃなくて200で耐久使ってる方からすると、これちょっとね、黙ってないですよね、これは。これはちょっとたまったもんじゃないよね。200でね、耐久スキル使ってる方からすると、これは。180を想定しすぎなんですよね。まあでも、180でね、やっぱチャンピオンシップでの使用を想定するんだったら、まあ確かに妥当ではあるんですよ。カップ戦とかでもシーラーなくてもね、耐久使ってレジェンド入れてる方、やっぱりね、オセロ上手い人は、オセロ上手い人の耐久めちゃめちゃ安定して強いんですよね。やっぱそれを考慮すると、まあ、シーラー、避けられるのは仕方ないのかな。180環境でいったらね。はい。ってことで、ここまで7コマ一気に、まあ、見ていきましたけど、まあ、総合的な僕の意見で言うと、180に配慮が行き過ぎてるかな。200に、なんだろうな。180に関しての配慮はすごい丁寧なんですよ。でも、200環境への配慮が雑かな。まあ、簡単に言うとそういう感じですね。その、デッキタイプ一つがね、弱くなるだけで、その、環境結構変わるじゃないですか。連鎖的に変わるっていう風に、ま、アメメソも言ってましたけど。あとまず、シェンメイで暗黒がま、弱くなるじゃないですか。確実に弱くなるじゃないですか。あと、ハイサラとラーニとジェンイで、どうなんだろうな。ラニカーエンがちょっと弱くなるかな。でも、全員、さっきあれ見たけど、割と発動できそうだからね。何回にはまだ使われるかもしれないね。でもこれは、何回使ってる人に聞かないとわかんないかな。僕はちょっと、まあ、そこにちょっととやかくは言えないんで。何回とか、今後とか、僕あんまり普段使わないんで、それに関してはちょっとあんま何も言えないですけど。でも、ラーに2ターンに下がったのもあるんで、もしかしたらマフェリとか、ね、増えてくるかもしれないですね。あと、シェンメイで暗黒がもし減れば、吸収とかもまた暴れてくる環境になるのかなって気がしますね。うん。吸収ね、勝率 40% って出てましたけど、あれ正直暗黒のせいでしょ。暗黒の使用率結構高かったじゃないですか。4位か5位ぐらいだったかな。多分それが減るってなると、まあ、多分吸収は多分相対的に上がるでしょうね。うん。暗黒どうなんだろうな、生き残るのかな、神明いなくなっちゃうけど。もうトリグレニグになるからね、神明の枠は。それとも神明とトリグレ両方入れちゃうみたいなのもあるけど。まあどうなるかはちょっと、バッチ適用されてからですね。というのは僕の総括としては、200に配慮があんまりされてない。180を配慮しすぎてて、まあ、200への配慮がちょっと耐えないかな、っていう感じですね。はい。はい、そしてですよ。これがね、結構、注目です。2020サードシーズンで、なんと、替えの対抗スキルを実装しますと。もう、断言しました、梅さんが。もう、替えに対抗するスキルを出しますと。いうところですね。はい。で、このラーニとハイサラの調整は、一時的なものですよ、と。なんで、そのサードシーズンで、まあ、替えの対抗スキルが出るんで、その時には、ハイサララーに戻しますよっていう感じですね。はい。まあ、でも、どうなんだろうな、これ。また対抗スキルがどういうものかによりますよね。うん。また限定的なものになれば、またレジーナみたいになっちゃうよね。レジーナは、竜輪無効のスキル。ですけど、そんな感じで替え無効スキルとか、出るんだったらまたメタが過ぎるかなと思うんで。またそれでね、ちょっと、
あと暗黒と九州みたいなさ。相性がすぎるじゃないけど、メタがすぎるかなと思うんで。もしかしたらそのサードシーズンの開幕に登場する超ゴマに新スキルとして、そういうものがつくかもしれないですね。うん。って、感じかな。はい、次。あー、これもありましたか。8月のスキルバッジ調整ということで、8月に、まあ、チャンピオンシップ本戦があるわけなんですけど、まあ、さっきから言っております通り、3デッキバトルのルールにおいて、コス180の、対戦環境にも配慮しないといけないということで、そこでフリアと守護者は8月に、バッジがつきますよ、というところですね。まあ、でもこれは一時的なものなんで、まあでもどうしてもチャンピオンシップのね、水撃バトルでこいつらが使われると、まあもうこいつらを持ってる人がもう、ね、だいぶ有利なんでね。うん。マフリーなんてもう、やられたらたまったもんじゃないでしょう。コス180環境で。まあなんで、これはまあ妥当だと思いますね。で、まあ一応ね、フェリアと守護者、まあ作るのにかなり時間も、かけてるんで、まあその辺は、まあ、しっかり配慮してね。この8月31日までの期間にしますよと。なんで、9月からまたしっかりと。また来月はつかないですね。来月と9月以降はまた、バッジ戻してくれると。解除してくれるということなんで、まあこれは、賛成かな。ありがたい。僕としても。あ、これもあった。忘れてた、これ。2020ファーストシーズンのチャンピオンシップが4月12日に開催されますよと。まあこれは本来はね、4月の、末に、末だったのかな ?4 月にやる予定だったんですけども、やっぱ、このご時世なんでね、コロナウイルスの影響で延期されてたものなんですけども、7月12日、ついに、開催されます、ということで、1月から3月のシズマの上位の方と、カップ戦優勝者による、トーナメント戦ということで、これ非常に楽しみですね。僕もちょっと、見に行こうかなと思います。YouTube ライブ7月12日あれだしね、これ楽しみにしておきましょう。はい、そして超ゴマ。超ゴマはいつも通り6月30日12時、まあ月末の12時から開催ということで、ここまで情報一気にまとめてきましたと。いやー、今回多いね情報。バッチのところが特に時間かかったな今回。ってことでね、新超ゴマ楽しみにしておきましょう。はい、これですね。ってことで。多分ね、超ゴマの動画出すかな。もう僕も、メフィスト下がっちゃったんで、今のところ、もう、能力価値を引く気がなくなっちゃったんですよね。なので多分超ゴマの動画出るかなと思います。ってことで、また次回お会いしましょう。